キティズパーティーは1995年から九州地区などのテレビ局で放送されていたテレビ大分製作の子供向け番組。後にキティズパーティーにと解題し2004年3月まで放送された。いずれもサンリオのキャラクターたちが登場する番組で大分県肘町のハーモニーランドで公開録画を行っていた。テレビ大分自体は 日本テレビ系列とのクロスネットではあるが、ネット局は九州地区の富士テレビ系列局が中心だった。番組内にテレビ、東京メディアネットから購入したキティズパラダイスからの番組素材を多く利用していたり、本番組の各曲もテレビ、東京ミュージックが出版権を保有するキティズパラダイスのオリジナル曲をそのまま使用していたりする都合上、九州地方で唯一テレビ、 東京系列局が存在する福岡県では TVQ 九州放送がキティズパラダイスの差し替えで本番組をネットしていた。公開録画はハーモニーランド園内のフェスティバルステージと自然のハーモニーシアターなどで行われ遊ぼう。ハローキティ出演者の井上かなえなどが司会を担当した回が主に放送された。またミニコーナーは ハーモニーランド現地収録が基本で、旧、カルーセル周辺で遊ぶキキトララが登場したり、お城で共演するハローキキとマイメロディのコーナーが放送されたりした。OP、ED、全提供、ご提供の VTR 素材は遊ぼう。ハローキキと映像、音楽も含めて同一のものを流用。ただし、 全提供と後提供の、提供テロップ、バック映像はそれらと同一だが、アナコメにこむる音楽は無音で、ローカルテロップがネット受け局によってスーパーされた。ネット局によっては、番組フォーマットの関係上、ご提供の後に、キティイコール、オワリーコールなどのローカルテロップが、ブルーバックでスーパーされた。ハーモニーランド公式サイトで公開されていた2003年12月時点の、 放送スケジュールでは、以下のうちテレビ大分、TVQ 九州放送、テレビ長崎、鹿児島テレビの4局のみが掲載されていた。番組の終了後、テレビ大分と TVQ 九州放送は2004年4月からテレビ、東京のキティズパラダイスを放送していた。大分県では後にネット局が大分朝日放送へ移行したものの、現在は2局ともに、 同番組の放送を終えている。2020年4月からは、テレビ、東京系列で新たに、三流キャラクターが登場する、子供向け番組として、ファンファンキティ、がスタートした。キティズパーティーのネット局のうち、テレビ、東京系列である t v 級九州放送は、開始からテレビ東京と、同時ネット、キティズパーティー制作局だったテレビ大分も、番購入の形で、テレビ、 東京系列での開始直後の同年4月より、遅れネットで放送している。また、キティズパーティーを四国地区で唯一放送していた愛媛県でも、同年10月より、ファンファンキティの放送が開始されているが、こちらは、キティズパーティーのネット局であったアイテレビではなく、テレビ大分と同じ日本テレビ系列の南海放送での遅れネットとなっている。ありがとうございます。